おや、先生、お目覚めですかな。なぎさ嬢ちゃんから言われてましたっけ。疲れてるはずだから自分で起きるまで寝かせといてやってくれって。お友達と約束があるとかで二人とも出かけましたがね。今お食事の支度しますたかい。待っててくださいな。おや、陽平くん。ああ、君も来てくれたのか。そうか、ありがとう。すまないね、雨の中をわざわざ。ああ、もう3年になる。たまたま崩れた崖の下敷きになった家に呼ばれていてね。他にも多くの人が亡くなった。あの時はマスコミが押し寄せて大騒ぎになったものだ。今ではもう滅多に話題にもならないよ。島の人間は誰もあの事故のことを忘れてはいない。なぎさはよく頑張ってくれた。緑はまだ小さかったし、私のことも励ましたりいたわったりしてくれた。私たちに見えないところでどれほど泣いたかわからない。いい子だろ、なぎさは。そうだろう、親バカと言われるだろうが、あんないい子はいない。だが、それだけに心配でね。あの子はどうやら、卒業したら東京に出たがってるようなんだが、親としては、話したくない。どうしても進学したければ、今の学校の大学に行けばいいと思うし、できれば、私の会社に就職してくれれば一番なんだが。いや、君にこんな話をしても仕方がないな。まあ、さて、
私はそろそろ会社に行かなくて。そうか。陽平君、頼む。娘たちと仲良くしてやってくれ。明るく振る舞っているが、渚も緑も母親を亡くした傷はまだ癒えていない。君ならあの子たちの悲しみが分かってくれると思うから。研究が大変なのにこんなことまで頼んですまないとは思うが、ありがとう。お兄ちゃん、お兄ちゃんってば。もう起きろ。おはよう、お兄ちゃん。おはよう、陽平先生。
どう？これなら一発で目が覚めるでしょ。よし、やったね、お姉ちゃん。それじゃあ、気持ちよく目が覚めたところで、ご飯にしよ。私はここで。うん、行ってらっしゃいお姉ちゃん。行ってきます。洋平先生、忘れないでね。今度の日曜日は秋祭りだよ。そうだったな。じゃないよ、私と一緒に行くって約束したじゃない。まあ洋平先生も若いんだし、他にデートの相手がいるんなら譲ってあげないこともないけど。またあの人たちだ。誰なんだろう。とかの取材かな。たまにあるんだ、島の暮らしのドキュメンタリーとか。先生、さよなら。お疲れ様。
わかってるわ。いつから授業を担当するかでしょ。この1週間、あなたの実習態度をじっくり見せてもらいましたけど、思った以上に真剣に取り組んでいたみたいね。ノートも真面目に取っていたみたいだし。そろそろ生徒を受け持ってもらっても良さそうね。少しでも長く経験を積んだ方がいいでしょう。あなたには4年生の授業をお願いします。授業のプランを作って提出しなさい。ちゃんとしたものが出来上がれば、その翌日から生徒を教えてもらいます。しっかりね。泳げるか競争しようぜ。あ、陽平先生。あ、陽平先生も来たんだ。うちに帰って取ってくればいいじゃない。おばあちゃんに頼めばお父さんの貸してくれるよ。お姉ちゃんだって一旦うちに帰ってから来たんだから。お姉ちゃん、陽平先生も来たよ。え？赤くなってる。陽平先生に水着見られたの恥ずかしいんだ。
バカ、変なこと言わないでよ。傭兵先生も照れてる。傭兵先生も顔真っ赤。そうよ、変なこと言わないの。嘘だ、渚お姉ちゃんも真っ赤じゃない。傭兵先生も顔真っ赤。恥ずかしがって逃げてく。あら、あなたも来てたの？でも、ナミ先生はいないみたいね。いいえ、やっぱり熱心で優秀なお医者様がいたわ。何もない離島だけど、お医者様には恵まれているのよね。じゃあ私は行くわ。また明日学校でね。お兄ちゃん。